SS モロキャッスルは、ウォードライン社のために1930年代に完成したオーシャンライナーです。この船はニューヨークとキューバのハバナの間を移動していました。船の名前は、ハバナ湾の入り口を守っていた衛兵のモロキャッスルが由来です。1934年9月5日、500名の乗客を乗せて船は最後の旅へと出発しました。9月6日の午後、船は強い風と厚い雲に出くわします。次の日の朝、雲はさらに厚くなり、風が東に移動し始めました。これは嵐が形成される最初のサインです。その日、船の船長であるロバート・ウィルモットは夕食を自分の元まで運ばせました。すぐに彼は胃が痛いと周囲に告げ、その後脈なしで意識不明の状態で発見されました。そのため、一等航海士のウィリアム・ウォームスが引き継ぎます。この時点で風速は時速50キロ。しかし、状況はさらに悪化しようとしていました。9月8日の朝、午前2時50分、B デッキのロッカーで火事を検知。その20分後、炎はメイン電気ケーブルを焼き尽くしてしまいます。船は完全なる暗闇に包まれました。クルーが何とか救難信号を出した後、無線が停止。30分もしないうちに、ライナーは炎に包まれました。一等航海士は、船を浜につけようとしましたが、すでに不可能な状態。クルーは船を操縦することができません。炎によって、油圧配管系統が損傷を受けていたためです。唯一の選択肢は、救命ボートを出して船から降りることでした。乗客は、嵐の波の中に飛び込んでいかなくてはいけませんでした。クルーメンバーの一部は消火活動を試みます。別のクルーたちは、乗客が掴まれるようにと、浮き輪やデッキチェアを海に投げ込みました。不運なことに、12個あるうちの海上に下ろすことができたのは6個の救命ボートのみ。6つのボートの合計収容人数は408名ですが、当時救命ボートに乗っていたのは100名以下で、そのほとんどがクルーメンバーでした。救急隊はなかなか到着しません。3隻の救命船が到着し、4隻目がモロキャッスルに向かってモーターボートを出します。しかし、ボートは船の周りをくるっと回って、海上に誰もいないことを確認すると、その場を去ってしまったのです。その後、2隻の沿岸警備艇が現れます。しかし、一旦停止した場所が遠すぎて、海面に浮かぶ乗客を見つけることができなかったため、ほとんど役に立ちません。沿岸警備隊の航空基地は、地元のラジオ局が事件を報道するまで、フロート水蒸気1機すら現場に送り込んでいません。そんな時、小さな船が現場に到着します。それから、ついに救助のための飛行機が到着。飛行機は翼を水面につけてマーカーを落とすことで、船が海上に浮かぶ人たちを見つける手助けをしました。モロキャッスルの話はニュースでますます大きく報道され、地元の人たちは力になろうと沿岸部まで向かいます。船の上にはマーサ・ブラッドベリーという名前の女性が乗っていました。彼女は4年前に看護師になるべく地元を離れました。今回は看護師仲間のリリアン・ダビッドソンと一緒にキューバへの旅に出かけていたのです。1934年9月1日、ニューヨークから船に乗船し、5日までには帰途に着く途中でした。9月7日、船の上でパーティーが行われる予定でしたが、船長が倒れたためにパーティーがキャンセルになります。マーサとリリアンは眠りにつこうと部屋へ向かいました。その間も船は帰途へ向かいます。早朝の3時30分、2人は公式アナウンスで目覚めました。今すぐライフジャケットを身につけて、船の後方へ行くように指示する内容でした。マーサとリリアンは慌ててデッキまで向かいます。マーサの証言によると、船は防火加工がされているため、怖がらなくてもいいとデッキの誰かがリリアンに話したそうです。しかし炎は行く先にある全てを燃やしていきます。マーサはリリアンがデッキのレールを乗り越えるのを手伝って、二人とも海の中に飛び込みました。8時間、マーサは荒れ狂う海上に浮かんでいました。しかもどんどん船や他の乗客から流されてしまいます。太陽が昇って、
マーサは遠くにいくつかの救命ボートを目にします。しかし誰もマーサの姿が見えないようです。さらに数時間が経過し、マーサは希望を失い始めていました。そんな時、頭上に小さな飛行機が通りかかります。その後すぐに両船がマーサに近づいてきました。漁師が彼女を引き上げ、寒さをしのぐためにオーバーオールを渡されます。マーサとリリアンは病院に搬送され、二人はここで2週間を過ごしました。キャノン・トーマスも海面で助けを待っていた一人です。彼は数時間にわたり海上に浮かんでいたところを沿岸警備艇に救助されました。3日間病院で過ごした後、その医療費をモロキャッスルを所有する企業に転送。しかし彼が受け取った返信は、事故の責任は会社にはないという内容で、彼の要求は退けられました。17歳のアシスタント旅客係のトーマス・トレッセンにも物語があります。彼の父親はウォードライン社の海洋監督者でした。トーマスは母親と一緒に船に乗って旅をした際に、この船に恋に落ちます。そこですぐに父親にデッキ見習いになりたいと話しました。その年の夏、クルーメンバーが病気になってポジションが空いたということで、トーマスは出航前日に3等アシスタント旅客係に任命されます。ということで夏の間、毎週ハバナへ向かうこととなったのです。火事が船上に広がった際、トーマスは乗客を部屋から移動させ、デッキまで連れて行きました。そんな時、誰かが困った様子の子供を目撃します。どうやら炎のそばまで行ってしまったようです。トーマスは少年を抱え上げ、水の中で浮いている方法を子供に説明します。その後トーマスは水中に浮かんでいられるよう、自分の首にしがみつくように指示しました。明け方、船は完全に投棄されました。午後には燃える船体が岸に向かって流れ、ニュージャージー州のアズベリーパーク沖の浅瀬に漂着します。しかし、炎は数日間燃え続けたそうです。乗客の4分の1が亡くなりました。船は再起不能の状態で、1935年3月14日、船は牽引されました。船がニュージャージー州にある間、この場所は観光名所のようになっていました。牽引されている途中で沈んだと信じている人もいますが、船は解体されたと話している人もいます。いずれにせよ、疑問が残ります。一体誰が火災を引き起こしたのか。実は船には変わった人物が一人乗り合わせていました。一等無線オペレーターのジョージ・ホワイト・ロジャーズ。操縦室からの指示を受けていなかったものの、救難信号を送ったとして、彼は事故後に英雄扱いを受けました。さらに乗客を助けるために船に残り、後にブロードウェイで自らのストーリーを舞台化して大盛況となります。しかし彼は、なかなかうさんくさい性格の人物だったようです。ジョージは問題の多い若者でした。成長してから無線学の大学コースに登録します。コースを終えた後、彼は SS コスタリカの仕事に就きました。一等航海士のライセンスを提示して仕事を得たようですが、彼がそのようなライセンスを取得した記録はどこにも残っていません。さらにジョージは、すでに存在しない企業や誰も聞いたことがないような学校の名前を出していたのです。事故の後、彼は無線修理ショップを開店させますがうまくいかず、こちらも偶然火事に遭っています。その後ジョージはバイオンヌ警察署にて無線アシスタントとして働き始めます。ここで彼の上司であるヴィンセント・ドイル警部補がジョージに不信感を抱き、モロキャッスルに関する質問をし始めるようになりました。1938年、ジョージは修理が必要だったと言って警部補にタンクヒーターを渡しました。しかし警部補がプラグを挿したところ、なんとヒーターが爆発。しかしモロキャッスルにおける火事をジョージと結びつける決定的な証拠は見つかっていません。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。